ージャパンナウ 11.9 ニュージャパンショーダウン in サンノゼ。アメリカでの現地法人設立発表後、初の海外ビッグマッチ、初のサンノゼ開催。第1試合は海外武者修行中の成田蓮が参戦。 LA 道場のアレックス・コグリンを必殺の成田スペシャル4号でマットに沈めた。世界の重心、重心サンダーライガーがアメリカラストマッチ。第2試合は次期シリーズワールドタッグリーグに出場する矢野トール、コルトカバナ組とのタッグマッチだが、矢野カバナというクセモノタッグのインサイドワークが炸裂。試合巧者ぶりを見せつけた。第5試合は離婚深まる後藤博樹と健太がしばき合い。11.3 大阪 IWGP インターコンチネンタル選手権試合では健太が介入し、挑戦者後藤にゴートゥースリープ。その怒りがサンノゼで爆発したアラムシャ。まさにアラムシャ。そして最後はロッキーロメロが技ありの丸め込み。後藤と健太、因縁構想の行方は。ショーシングルベルト体感なるか。第6試合はブリティッシュクルーザー級選手権試合。 11.3 大阪でスーパージュニアタッグリーグ史上初の3連覇を達成し、勢いづくショーだが、王者エルファンタズモの巧みなインサイドワーク、さらには IWGP ジュニアタッグのパートナー石森泰治が試合に介入。最後は王者ファンタズモのダーティーファイトの前に敗れ去った。第7試合は IWGP US ヘビー級選手権試合。 10.14 両国でジュース・ロビンソンを救出したデビッド・フィンレイが王座挑戦。終盤チョークスラムを必殺のプリマロクタに切り返し、スリーカウント寸前まで追い込むも、最後は王者ランス・アーチャーのEBD クローの前に沈んだ。決まってしまった。 EBD クロー。試合後はセコンドのジュースと対峙。どうなる US ベルト。第8試合は 1.4 東京ドームで IWGP インターコンチネンタル王座をかけて激突する内藤哲也とジェイ・ホワイト、初の前哨戦。そして高木が抑えた。最後はジェイのタッグパートナーチェーズ・オーエンズに内藤がデスティーノを叩き込み、スリーカウントを奪った。そして視線はジェイ・ホワイトを睨んだまま。試合に敗れても不敵な笑みで内藤を挑発する王者。二冠に燃える二人の静かなる船で、その先に待っている運命とは。メインイベントは 1.4 東京ドームで IWGP ヘビー級王座をかけて対戦する岡田和親と井伏幸太が、ビル・オスプレイとアメージング・レッドをパートナーにタッグで激突。これ今機動力に優れた4選手はハイレベルな攻防を繰り広げ、場内の熱狂を生んだ。最後は岡田がレインメーカーでレッドを粉砕。新日本初の
サンノゼ大会を締めくくった。このベルトに誇りを持って戦ってるんだ。他のベルト、そんなの知ったもんじゃないんだ、この野郎。またここに帰ってくるときは IWGP ヘビー級チャンピオンで帰ってきます。今日はどうもありがとうございました。 Thank you very much。 See you next